第 4, イン,第4インターナショナル、第4インターナショナル、第4インターナショナル、ファイは、ヨシフ・スターリンが指導していた第3インターナショナル、コミンテルンに対抗して、レフトロツキーの呼びかけによって1938年に結成された国際共産主義組織。資本主義とスターリン主義に反対して、世界社会主義革命を施行し、各国に組織があるが、1940年代以降は、 多くの潮流に分裂している。コミンテルンの最初の4回の大会の決議と、第4インターナショナル創立大会で採択された、資本主義の死の苦問と第4インターナショナルの任務、過渡的綱領を基礎理論とする。レーニンと共に、ロシア革命を指導したトロツキーは、1924年のレーニンの死後、 ソビエト連邦共産党書記長となったスターリンが打ち出した一国社会主義建設。それまでのレーニンらの主する革命がロシアからヨーロッパ、そして世界に波及しない限り、革命ロシアは生き残れないという方針に対して、スターリンは革命が波及しなくてもロシア一国で、社会主義は建設できる主張した論に対して、世界革命路線の堅持と永続革命論を対一し、 左翼反対派を結成して激しく反対した。この左翼反対派が第四インターナショナルの源流とされる。スターリンは初期長という権力を利用して党内で多数派を形成し、トロツキーを政府党の官職に追いやり、1927年にはロシア大革命10周年記念式典に際しての左翼反対派のスターリダ党を掲げたデモ行進を 半島活動であるとして、トロツキーを共産党から除名し、1929年にはソビエト連邦国外に追放する。この間、スターリンのイギリスの労働運動への指導や中国革命の方針などをめぐって、スターリン派とトロツキーら左翼反対派の間で激しい論争が繰り広げられていた。トロツキーはスターリンの指導を 日和り目主義と冒険主義のジグザグなどと批判したが、国外追放された時点においても、共産党はって出るのではなく、内部に止まって改革するべきと主張していた。当時ドイツでは、アドルフ・ヒトラー率いる国家社会主義ドイツ労働者党、ナチスが急速に勢力を伸ばしていた。トロツキーは、ドイツの事態に対して、ドイツ社会民主党と、 ドイツ共産党の当選戦の形成によってナチスに対抗するべきと主張したが、スターリンとドイツ共産党指導部は、社会民主党もファシズムの一種でありナチスの創生治という、いわゆる社会ファシズム論に言ってトロツキーの主張一個だにしなかった。そして、1933年のナチスによる権力掌握によって、ドイツ共産党がほとんど抵抗できないまま、 暴力的に弾圧され急速に解体されるという事態に際し、トローツキーはコミンテルンは死んだ。もはや誰にも生き返らせることはできないとして、初めて新しいインターナショナルの創設を提起する。1936年に大粛清を開始したスターリンは、自らに反対する者、あるいは抹殺してしまいたい者に対して、トローツキストというレッテルを多用した。ここで言う。 トロツキストとは、ソビート連邦の破壊を目論むトロツキーを闘目とする、反革命分子で、帝国主義の手先の群れと定義されたが、実際は粛清された多くのものはトロツキーあるいは、翼反対派の組織とは、無関係であった。このレッテルとしての、トロツキストという用語は、スパイ挑発者あるいは、左翼を装った反革命を意味するものとして、世界各国の共産党によって、 第二次世界大戦後も長らく使用されることになる。1938年にフランス、ベルギー、アメリカ合衆国、オランダなど各国のスターリニズム化した共産党内から派生した左翼反対派を源流とするトロツキストグループが参加した第四インターナショナル創設国際会議によって第四インターナショナルは結成を宣言しスターリニズムの党に代わって 世界革命を目指す新しい共産党の建設を訴える過渡的考領を採択した。トローツキーは戦争が第四インターナショナルを急速に押し上げると考えたが、規制の各国共産党のトローツキストイコール裏切り者キャンペーンと各国政府の弾圧、とりわけナチス占領下の各国における過酷な弾圧の中で小グループに止まり続けることになった。 アジアでもいくつかの支部が日本の占領下で弾圧を受け、ヨーロッパとアジアの多くのメンバーが第四インターから脱落した。しかし、第二次世界大戦の最中において、第四インターナショナルの組織は、フランス、ベルギー、オランダなどではナチス占領下で、レジスタンス運動の一翼を担い、アメリカ海軍に徴兵された船員によって、マルセイユ経由で、 ニューヨークの本部とヨーロッパのメンバーとの間で接触保たれた。あとの第4インターナショナルの指導者の一人となるベルギー人のエルネスト・マンデル1923から1995は15歳で第4インター系の反ナチレジスタンス組織に参加、ナチスの捕虜となるも強制収容所から脱出するという経験を持つ。一方で ナチス占領下のギリシャではトロツキスト派のレジスタンス戦士が共産党系の民族解放戦線のメンバーに殺害され、事件も発生している。第四インターナショナルの政治的特徴として、プロレタリア革命による帝国主義の打倒とともに、ソ連邦は官僚を追放する政治革命は必要ではあるが、依然として、 ブルジョワジーによる生産手段の所有を排した労働者国家であることから帝国主義の包囲攻撃からは世界の労働者階級はソ連邦を防衛しなければならない官僚によって歪めら堕落した労働者国家論という原則が挙げられる第四インターナショナルは様々な局面でこの原則をめぐってあるいは各国に存在する社会民主主義政党や 共産党などの大組織に組み的、目的意識的に加入して、大組織構成員を自陣営に獲得する加入戦術の是非などをめぐって分裂を繰り返すことになる。1939年に、スターリンによる独祖不可侵条約締結とバルト三国への侵攻をめぐってアメリカ支部である社会主義労働者党、 SWP 内部でトロツキーが定式化したソイコール官僚によって歪めら、堕落した労働者国家論を否定する部分が発生する。ソイコール官僚主義集散国家論を唱えたマックス・シャハトマンやジェームズ・バーナムらは1940年に SWP から分裂してアメリカ労働者党 WP を結成する。WP は直後に シャーマンパという文派と再分裂する。ちなみに、ネオコンのルーツは、トローツキズムとして例に挙げられる、ネオコンの総帥で、イデオローグと言われるアービグ・クリストルが一時期、所属したのは、この、シャーマンパである。1953から54年にかけて、主に、スターリン死去とそれに伴うニキータ・フルシチョフによる、非スターリン化の評価をめぐって、アメリカ SWP や、 アルゼンチンペルースイス、中華人民共和国の組織が多数派から分裂。独自の国際組織、第4インターナショナル国際委員会を形成する。アメリカ SWP は1963年にマンデル派と再統一して統一初期極派を形成する。1952年にフランス支部国際主義共産党内において主流派によって提起された。 加入戦術に反対するランベール派が脱退。国際組織として国際共産主義組織 O.C. を形成する。後にフランスの首相となるリオネル・ジョスパンが一時期、所属したのはこのランベール派で、現在のフランス労働党である。1983年、アメリカ SWP 内部でジャック・バーンズらキューバ共産党及びサンディニスタ民族解放戦線を強く支持する。 グループが主導権を掌握し、SWP は統一初期極派を離脱した。統一初期極派は1959年のキューバ革命以来一貫してキューバを支持しつつ、ソ連への接近やプラハの春に対するソ連の介入への支持には反対していた。現在、SWP を離党した党員が結成した社会主義行動や、 第4インターナショナル執行委員会が統一初期局のアメリカにおける審派組織として活動している。ユナイテッドセクリテリッドオブザフォースインターナショナル、いわゆるマンデルバ。かつては唯一の世界革命前衛を辞任していたが、現在は小さくとも不可欠な世界革命潮流の一つと自己規定している。現在、ハングローバルカウンドへの三角に力を入れ、各国における 反資本主義左翼統一戦線の形成を当面の方針にしている。また、社会主義革命運動におけるエコロジー運動や、レズビアンゲーナの性的少数社会放運動の意識化と実践を訴えている。インターナショナルソシアリストテンデンシー、ウェブサイト、いわゆるトニー・クリフバ。ソ連の国家性格をめぐる論争で、トロツキーが定式化した。 そうイコール官僚的に歪められた、堕落した労働者国家論を否定して、ソ連国家資本主義論を唱え、マンデルラと分裂した。インターナショナルコミュニストリーグ、アメリカのトロツキスト政党、社会主義労働者党から1964年に、キューバ革命の評価、黒人公民権運動の評価などをめぐって、革命的潮流として分裂した。分裂した当時は、 イギリスのジェリー・ヒーリー派とコンタクトを取っていたが、やがてヒーリーの評価をめぐって、革命的潮流は分裂。ジェームズ・ロバートソンが率いる部分がヒーリーと決別し、独自の道を歩み、スパルタシストと名乗るようになる。アメリカの組織が最大組織で、各国支部はアメリカ本部の文書を各国語に訳して、プロパガンダとして展開することを義務とし、 各国支部の独自活動を認めない中央集権主義は他のトロツキス潮流と比べて際立っている。日本においては大衆集会の質疑応答で集会の趣旨と全く関係ない自派のプロパガンダや唐突な他のトロツキスと組織批判を展開することで有名。また、大衆的な反戦デモにおいてデモ主催者の趣旨を無視して 北朝鮮核保有の権利擁護のプラカードを掲げる、などの活動を行っている。インターナショナリスト・コミュニスト・ユニオン、インターナショナル・コミッティ・オブ・ザ・フォース、インターナショナル・リーグ・フォー・ザ・フィフス・インターナショナル。第二次世界大戦後、第四にインターナショナルのすべての分派は堕落した、よって新たに、第五インターナショナルを組織しなければならない、と主張する組織。英国が中心。 日本の統一初期極派組織である日本革命的共産主義者同盟第4インターナショナル日本支部の日本社会主義青年同盟への加入戦術に反発した青年インターの一部により結成され、1966年の国際委員会派第3回大会に参加したが第4インターナショナル国際委員会の審判組織とみなすという通達を拒否。 英国社会主義労働同盟、ソシアリストレイバーリーグ、現在のによる労働党批判的支持などに反発したためとされている。福岡県を中心に東京都と大阪府にも組織を持って活動していた。機関紙には東京都及び大阪府の連絡先のみ記されている。インターナショナルボールシャビッチテンデンシー、国際共産主義者同盟の前身の 国際スパルタシスト潮流から1978年以降に分裂した潮流ボールシャビッチテンデンシーとニュージーランドのパーマネントレボリューショングループが合同して結成された潮流。イギリスにはもともとメンバーはいなかったが他国からメンバーを移住させ英国の地にも根を下ろした。社会主義労働党への加入戦術で一定の支持を得たが、同党が スター、ン主義化したため離脱した。英国とニュージーランドの他には、ドイツ・アメリカ合衆国、カナダ、韓国にメンバーがいる。かつてウクライナの組織と合同したが、このウクライナの組織は、労働者インターナショナルの他の委員会のウクライナ支部が偽装したものであったことが発覚。木に対して、ウクライナの偽装組織に対して支払った金を返還するよう要している。 第四にインターナショナルの系譜を引く政治団体や政党は2013年現在従来のトロツキズムの枠内にとらわれず代わって反資本主義やエコロジー、フェミニズムなどを掲げた大衆政党に衣替えする動きが強まっている。例えばフランスの反資本主義浸党、スペインのレッドロジャ、ロシアのロシア社会主義者運動、ギリシャの ギリシャ反資本主義最翼戦線など、これらの新興最翼政党はすべて元々は第4インターナショナルの系譜に属するトローツキスト政党であった。日本でも JRCL が中心となって反資本主義連合という新最翼団体を結成しようという動きがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。